こんにちは。今日の講義は書籍世界資源エネルギー入門主要国の基本戦略と未来地図です。この書籍は現在の国際的なエネルギー情勢を理解するための優れた入門書であり、特に資源大国ロシアの影響、欧州の脱ロシア政策、アメリカのシェール革命、中国のエネルギー戦略など様々な国のエネルギー政策を総合的に解説しています。著者の平田武雄氏は早稲田大学での講義をもとにしており、エネルギー安全保障、経済性、環境保全という3つの視点から各国のエネルギー戦略を深く掘り下げています。この本を通じて読者は世界のエネルギー問題に対する理解を深めることができるでしょう。本書は序章から始まり、激動する世界の資源エネルギーを俯瞰する内容で構成されています。序章では現在のエネルギー情勢がどのように変化しているのか、その背景を説明しています。続く第1章ではエネルギー戦略の基本的な視点について触れ、エネルギー政策がどのように形成されるのかを解説します。第2章ではロシアのエネルギー政策に焦点を当て、ロシアがどのようにエネルギーを武器として使い国際的な影響力を保持しているのかを詳しく説明します。第3章ではドイツのエネルギー戦略を取り上げ、脱ロシア政策がどのように進行しているか、再生可能エネルギーの先進国としての課題について考察します。第4章ではアメリカのシェール革命に触れ、エネルギー自給の達成と政権ごとに変わるエネルギー外交の動向を解説します。第5章では中国のエネルギー戦略に焦点を当て、ロシアとの連携や再生可能エネルギー産業での世界的な影響力について詳しく述べています。第6章ではEU の地球温暖化対策と脱ロシア政策について考察し、原発と天然ガスの役割を探ります。第7章ではインドのエネルギー確保の課題に触れ、急成長する経済におけるエネルギーの重要性を強調します。第8章では東南アジア、オーストラリア、ブラジルが日本のエネルギー安全保障にどのように寄与しているのかを解説し、第9章では中東の自立とロシア、中国との結びつきを論じます。最後に第10章では日本のエネルギー戦略について、隣国の脅威の中での安全保障と産業競争力の強化の必要性を述べています。終章ではグリーントランスフォーメーション GX と再生可能エネルギーの推進が国防にどのように貢献するかを考察し、エネルギー戦略の重要性を再確認します。全体を通して本書は各国のエネルギー政策や戦略を包括的に理解するための貴重な情報源となっており、エネルギー問題に関心のある方々にとって必読の一冊です。この書籍はエネルギー問題に対する深い洞察を提供するだけでなく、各国の戦略がどのように相互に影響し合っているのかを理解するための重要な視点を与えてくれます。特にエネルギー安全保障という観点から、各国がどのように自国のエネルギー供給を確保し外部の脅威に対処しているのかを詳しく探っています。このような視点は国際関係や経済政策を学ぶ上でも非常に重要です。また著者は各国のエネルギー政策を単に紹介するだけでなく、それぞれの政策が持つ背景や国際情勢との関連性についても詳しく述べています。例えばロシアのエネルギー戦略は単なる資源の供給にとどまらず、地政学的な影響力を強化する手段として機能しています。これに対抗する形で欧州諸国は脱ロシアを目指し再生可能エネルギーの導入を進めていますが、その過程で直面する課題や矛盾についても触れています。アメリカのシェール革命についてはエネルギー自給の達成がもたらした経済的な影響や外交政策への反映についても詳しく解説されています。シェールガスの生産がアメリカのエネルギー独立を促進し、国際市場におけるアメリカの立ち位置を変えたことは他国との関係性にも大きな影響を与えています。これによりエネルギー外交がどのように変化しているのか、また政権ごとに異なるアプローチがどのように展開されているのかを学ぶことができます。中国のエネルギー戦略についても著者はその複雑さを丁寧に解説しています。中国は世界最大のエネルギー消費国であり、ロシアとの連携を強化しつつ再生可能エネルギー産業においてもリーダーシップを発揮しています。このような動きは
国際的なエネルギー市場における競争を激化させ、他国との関係性にも影響を及ぼしています。さらにインドや東南アジア諸国のエネルギー戦略についても触れられており、これらの国々が急速に成長する経済を支えるためにどのようなエネルギー政策を採用しているのかを理解することができます。特にインドのような国では人口増加と経済成長に伴いエネルギーの確保が喫緊の課題となっています。このように本書は単なるエネルギー政策の解説にとどまらず、各国の戦略が国際的な文脈の中でどのように機能しているのかを深く考察しています。読者はエネルギー問題が単なる技術的な課題ではなく、国際関係や経済政策においても重要な要素であることを実感するでしょう。これによりエネルギー問題に対する理解が深まり、より広い視野で国際情勢を捉える力が養われるのです。エネルギーの未来を考える上でこの書籍は非常に価値のある資料となるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら健康的な体と心があってこそ、私たちは日々の活動を充実させることができるからです。ダイズアップ結果にコミットプライベートジムはその理念に基づき、ダイエットだけでなく健康管理にも特化したサービスを提供しています。ダイズアップ結果にコミットプライベートジムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを特徴としています。各個人に合わせたプログラムを作成し、トレーナーが徹底的にサポートします。これによりこれまでにダイエットやジム通いが続かなかった人々にも最適な選択肢となっています。食生活の管理やメンタル面のサポートも含め、全身的な健康管理をサポートします。またライズアップの特徴として30日間無条件全額返金保証があります。これは顧客満足度を重視し、成果が出なかった場合でも安心して利用できる保証制度です。1日50分、週に2回のトレーニングで無理のないペースで健康的に体を鍛えることができます。さらに無料カウンセリングも提供され、初めての方でも安心して始めることができます。プライベートな空間で行われるトレーニングは、個々のプライバシーを守りながら集中して取り組むことができる環境を提供します。この完全個室の設備は利用者に快適で集中できる空間を提供し、効果的なトレーニングを支援します。ライズアップ結果にコミットプライベートジムのプログラムは無理なく続けられることを目指しています。食事制限をせずに食べられるダイエットを実現し、健康的に痩せることができる点も大きな魅力です。そして理想の体を手に入れた後もリバウンドしにくい体づくりをサポートします。このジムはテレビ CM 結果にコミットするで広く知られ、その成果に自信を持っています。ダイエットだけでなく健康管理全般に焦点を当てたサービスとして多くの人々に支持されています。ライズアップは個々のニーズに合わせたカスタマイズされたサポートを提供し、ユーザーが長期的な健康と幸福を追求できるようサポートします。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。